メアリー・フィルビンは、サイレント映画時代に活躍した、アメリカの女優、オペラの怪人、笑いイ男といった、美女と野獣タイプの映画でヒロインを演じた。1902年7月16日、イリノイ州シカゴで、中流階級のアイルランド系アメリカ人一家に、生まれる。父親、ジョン・フィルビンは、アイルランドの名誉圏、バリンドーブの生まれで、宗教はカトリックだった。 ユニバーサル・ピクチャーズ主催の美人コンテストがシカゴで開かれ、フィルビンは優勝。女優としてのキャリアをスタートさせる。1921年に銀幕デビュー。翌1922年にはワンパス・ベビースターズに選出される。スターダムにのし上がる。1920年代、売れっ子女優として数多くの映画に出演。エディ・ヒホン・シュトロハイム監督の メリーゴーラウンド D.W. グリフィス監督の愛の太鼓などで主演を務める。しかし、フィルビンの最大の当たり役はユニバーサルホラーの傑作オペラの怪人のヒロインダーエー役であろう。パトリック・エイチオ・マリー・ジュニアは彼女についてこう言ったことがある。私が迷信深い人間だったら過去の忘れたれた偉大な悲劇女優たちの魂が彼女の中に乗り移ったと思ったことだろう。 トーキーの時代になってもしばらくは仕事を続けた。オペラの怪人のサウンド版では自身の声を吹き替えた。1930年代初期に引退し、その後はカリフォルニア州ハンティントンビーチで両親と暮らした。生涯を独身で通し、公の場に出ることもあまりなかった。アンドルー・ロイド・ウェバーのミュージカル、オペラ座の怪人のロサンゼルスでの初日に顔を見せたのは極めて稀なことだった。 1993年に肺炎で死去90歳だった遺体はカリフォルニア州ロサンゼルス東部のカルバリー墓地に埋葬されたオペラの怪人からロンチェーニーとありがとうございます。